昔々あるところにある5人の赤ん坊がこの世に生まれました。その赤ん坊たちは皆黄金に輝いたそうです。そして1歳の誕生日を迎えた彼らはある一つの言葉を言い放ちました。背中ゴシゴシ。1歳で言葉を話した生まれながらのスター。そんな彼らのグループ名はレペゼンフォックス。俊之助、俊之助、いい加減に起きなさい。もう龍之介くん来てるわよ。来てるの？龍之介くんごめんね。おいおいおい、おはよう。てかお前もう寝坊やん。時間、文化祭始まるし早く行かね。おう、行こう。すいません、お邪魔しました。気をつけてね。はい、行ってらっしゃい。いいよ。おはよう。おはよう。おはよう。娘があんたら作ってるぜ。やばい、申し訳ない、寝ました。あ、てか今日のゲストバリヤバイらしいよ。マジで？誰？中山きんに君とかじゃん。うわ、楽しみ。おお、おはよう。おはよう。おはよう。文化祭行きますか。楽しみやで、文化祭は。さあ、もうやべえ。うわ、俺来月のシフト出さなや。ああ、お前よく人の下で働けるよね。いや、そんなこと言い出したら将来絶望的でしょ。いや、希望に満ち溢れてる。なぜなら俺は社長になって大金持ちあるけんね。ぶっちゃけその学校とか勉強が楽しくないけん遅刻したりとか宿題せんかったりするわけや。将来さ、自分で会社立てて自分の好きな仕事しとったら、そりゃもう遅刻もせえわ、仕事も頑張るわ、そうなるに決まったやんね。俺たち何になるんだろうな。なあ、せっかくならバリでかくなりたいね。うん、ミュージシャンとか。俺らが？ミュージシャン？悪くない。いいね。たくさんのお客さんの前でパフォーマンス。おい、この曲俺らに食い付け。稼いだ金でパーティーやん。いいね。マジでそんな未来だったらいいね。いや、なれると思うけどな。いや、俺らが本気でマジで頑張ったら、うん、いけると思うよ。マジで？いや、マジで？いや、信じろ。ちょっとやっちゃるか。いや、やってみようよ。やっちゃるか。いや、マジいけるから。確かに。さあさあ、皆さん、まもなく文化祭の方が始まりますけど、楽しみにしてましたか？おお、すげえ人。あの人が人気なの。うわー、バリかっけー。いや、あの人はゲストじゃないやろ。別の他にゲスト来るやろ。誰が来るっちゃろうね。こんだけ人おったらめちゃくちゃ気持ちいいやろうね。お、なになに、待って待って、なに、待って、レペゼフォックスが乗っとった。お前、本当の文化祭を見せてやる。ちょっと DJ 社長、何やってるんすか一体。これで客爆上がりっしょ。見せてやれよ、本当の文化祭ってやつを。俺ら5人でな。は？ 5 人？いや、DJ 社長しかいないですよ。え？俺だけ？当たり前じゃないですか、それそうでしょ。他のメンバーは？いるわけないじゃないですか。来てないの？来てるもの、来る。電話しろ、今すぐ電話しろ。え？いいから、いいから、電話しろ。俺今、今すか？はい。もし、もし？もしもし？あれ？ホイ君は？え？果ててる。果ててる？なんすかそれ。ライブがあるんで早く来させるように言ってくださいよ。でも果ててるからな。早く起こしてくださいよ。任せて。
フォーさん、女と一緒でした。ちょっと次出ましょう、すぐ出ましょう。もしもし。あ、もしもし、あの、僕サラリーマンなんやけど。あれ、これマル君の携帯じゃないんですか？あ、彼倒れてるで。多分飲みすぎちゃうかな。倒れてる、やばいなあ。でも僕サラリーマンやから彼のこと見捨てへんで。20年人生捧げてきた会社は僕のことを見捨てたけどな。リストラされた僕のことどう思う君？いや、なんとも思わないですけど。あ、そう。その人むちゃくちゃ必要なんですよ。連れてきてもらえないでしょうか？あ、僕サラリーマンやからそんなんお安い御用やで。人から必要とされる、人生でいっちゃん大事なことやからな。僕はあなたを必要としては連れて行ってください。こんなに力強く人から求められたのは久しぶりや。任せとってくれ、彼は必ず連れて行く。おお、ありがとうございます。おい青年、起きろ。青年、起きてみろ。おい青年、どうしたんだ青年。よし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 、マルさんゴリみたいです、大丈夫です。でも5人揃ってねえじゃん。だからやーめっぴ。ダメっぴ、みんな待ってるんですよ。ちゃんとジャックするとしてください。はい、ちょっとそっちに脇います。いますが今整体の施術を受けています。しっかりとやらなきゃいけないんでね。あ、すごい。あー、おちんぽちん道中。あ、すいません、電話代わってもらっていいですか？はい、楽しんぼです。ライブが始まるんですぐに脇くんを向かわせてもらえませんか？ダメです、まだもうちょっとかかるんで。いや、時間ないんですよ、すぐにお願いします。あの野郎、人の命がかかってるんだ、遊びだねんだよこっちは。最後にこれだけやらせてくれ。ラブチューニュ。いや、遊びじゃねえか。よし、ワキ治療中だったみたいなんですけど、なんとか来れるそうです。よし、ラスト。もしもし、今銀太と過去の清算をしてんだ。うわー、ライブがあるんで銀太さんを解放してもらえないでしょうか？兄貴、今からこいつライブらしいんですけど、どうします？ライブだ？それはいかなあかんやろ。兄貴、いいんですか？お客さんたちが楽しみに待っとんのやろ。その人たちには楽しむ権利がある。それをないがしろにして大の大人が喧嘩しとってもしゃあないやろ。あんちゃん、早く現場行って革命を起こしてこいよ。ありがとうございます。人生を僕が自由に生きよう。いいストーリーだな。よし、これで5人全員揃いましたよ。危なかった。今宵、いつかの5人の高校生たちが夢を追いかけた果てにたどり着いたチェックの桃源郷。彼らが舞台に舞い降り、文化祭をチェックする。お前ら夢持ってっか？お前ら本当の文化祭を知ってんのか？レペゼンボックス文化祭ジャック、今宵チェックが伝説になる。
急ぶこやけ赤子の花火で万丈ならぬ死ね万丈せっかく上大口へ昨日に来た忘れかける上天照線ナンバー2が2天照点 天と天結び延長線で昇る天照点 毎日コツコツ成長期や盤面上から眺める詰将棋俺今日も一押しや NEXT G4 I GO GINTA 心配いらないぜ信頼したマイペン全部起こしハリケーン鷹のように空を飛び獲物狙い風を切って GO Let's GO Let's GO 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 限りあるこの時の中で友と共に年を重ね生きてく意味を探す中でずっと変わらぬバカなままで俺が見ている世界の中では俺が主役と決まっているから変わらぬ仲間とくだらぬ話で語り笑い合う My Story聞こえるフォンフォーレドンギバファックまだ頑張るぜ錆びた刀抜き始めほら今日も月かきれいもう水曜日見据える宇宙の果て朝焼けならすらくらい甘さのライバットブーンレッドを上げてく俺らのテンション戦闘走るぜ飛ばする天井炎上すら重楽しくエンジョイゲットン止まらぬソウルの連動人生体にでけえ夢せめて一つのでけえ船酒飲み毎日記憶は曖昧気にするだけ無駄気楽にバイバイ孤独なワンルーム流れる俺らの YouTubeイエローなら俺らの巻き込む大ブーム海越えハイチーズ世界に勝ちに行くラフテル以上の宝のありかい導くジャパニーズ迷うことないさ突き進んで迷うことないさ俺らがいる OK make some hit 雨の日も I'll be hero冷やかれハイヘイラー
party to a big cup cap. You don't get a damn. We don't know any damn. We don't know she lady. Cause she don't dance damn. We don't have to kill the best damn. Sorry the fuel guys. Kick your body. Machine to welcome. Hey combat. Everybody dance. Everybody dance. Everybody dance. We to welcome. ジャニーズ聞いてろ。気に食わねえけど気になってんだ。ダンスも一緒に踊りましょう。音楽業界、メディア業界、クソだろうがい、はびこる状態。世代交代、知ってちょうだい。やりたい放題、レペテーションタイム。最高に調子良さそうじゃん。テンション上がってますね。ほらじゃあお前らレペゼン恒例のあれやってもいいか。あれやってもいいか。調子がいいやつ声出せよ。セイウォー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 ヤマト頑張れ。アブギン頑張れ。チンコマンコセックス完璧です。はい、お前ら大きい声でチンコとかマンコとか叫びたくなったらいつでもレペゼントライブに来い。レペゼントライブ以外では絶対にそんなこと言うな。そして大石、パソコンのパスワードわからん。おい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 、これはね、どうなっとる。1111。おーおーお前ら、おー言うな言うな、配信中やパソコンのパスワード14つ。この中にレペゼンのライブ見に来たよって人いる？まさか。おーおお、たまたまやね。今日はたまたまライブじゃありません、文化祭です。文化祭って楽しいよね。楽しんでいけるか。ほな次の曲何の曲か分かるか。いやちょっと次の曲行く前に俺一個話したいことがあんだって。おお、今日ゼップファイナルじゃん。おお、6カ所回ってきたよ。おお、今日が最後。おお、やっぱりだいぶ楽しいと思ってた。おお、レペゼンのライブ盛り上がってやべえなって思ってた。よし、けど昨日の夜ツイッターである動画が流れてきた。おお、どんな動画だ。どんな動画だ。それは5年前のゼップや。おー、最高に盛り上がってたわ5箇所と思ってたけど、正直5年前のレペゼンのゼップの方がぶち上がってた。あらららら、何？あらららららら、お前ら、俺らはな全盛期をこの夏ぶち越えてトップスターになる。お前らはそれをもっともっと協力して上げていかないといけない。つまり俺は過去を超える。お前らも今日最高に盛り上がってくれ。はい、じゃあ一回上にジャンプできますか。はい、はい、じゃあやっぱレペゼンのライブって声を出して騒いで上にぴょんぴょん飛び跳ねる、そういうライブなんだ。わかる？ヨネズのライブじゃない、あいみょんのライブじゃない、いい曲やった、そんなんじゃない。バーン、わかったか。バーン、まあわかりやすいわな。3、2、1って言ったら上に飛び跳ねろよ。いくよ、おい、天井絶対頭当たんねえから、お前一番過去一高くジャンプしてみろ。いけるか。お前らも過去一高くジャンプしてみろ。俺らよりも高く飛べるかな。俺らはつくよ多分。いくぜ、3、2、1。
いいねいいねいいよ。じゃあ人生で過去一大っきい声出してほしいな。ほいやほいやはいほいやほいやほいやはい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 、もっと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 もっはいはいはい、いい瞬間、さあさあさあ、まずはお前ら両手を上げて腹から声出せよ。調子がいいやつは体を揺らせ、調子がいいやつは体を揺らせ、手叩け、調子がいいやつは手叩け、手叩けたら手叩け、調子がいいやつは手叩け、手叩けたら声を出せ。過去一です。こんな盛り上がったホイホイは初めて。もう前半で死んじゃうよ。そんなステージで死のうとしてるやん。俺よりもエネルギーあるやついんの？大したことねえな。もっともっとぶち上がれ。今日すげえぞ。はいはい、みんなぶち上がっとうとこ悪いけど、俺ちょっと一個だけ気になるとこあった。いいよ。一回目のサビで俺みんなホイヤホイヤホイって見とったら、銀太はホイヤホイヤホイって言う。あららら、早いね。どうして？早かったね。早かったね。いや、それ心の中では、はい、おハゲ、あ、心の中ではクソハゲが、おい、黙れハゲ、サボってんじゃねえ。おいおい、じゃあどっちが許せます？こんな金太さん、どっちがハゲ、許せますか？はい、では多数決により、はい、許せないという声が多かったので、金太さんにはもうハゲ勝負してたね。やばいやばい、今日早い。いただきましょうか。これ飲んだら許してくれてくれんだよね。よくないよくない。優しいなお前ら。銀河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 、大丈夫や銀河。いや大丈夫。無理せんでもいいよ。大丈夫。おーおー、飲み切った。うわ、ゲップの匂いめちゃくちゃ唐揚げ。サンキュラー。お腹空かせたらごめんね。確かにね。
唐揚げの匂いでね、なんかね、でも ゲップした時こっちにめっちゃハイボールの匂いしたけど唐揚げは奥の方に来るから来たやつ。あ、さあ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 、ゲロゲロ、ちょっとそんな話より俺は言いたいことがある。レペゼンのライブで言ったらテキーラだったよね。確かにね。けど、けど、皆さん代々木第一体育館って知ってます？お、あ、知ってますね。知ってる知ってるよって人どんだけいるの。おお、詳しいね、みんなの方ね。みんなね、確かにね、うん、テキーラやめます。なんでなんでどうしたの、理由は。いや、よくないでしょ、アーティストとして。あんな曲ぶっ飛ばしてベロベロで、へーみたいな。違うやろ、絶対よくない。ゼップから言われたもんね、ステージでゲロ吐くなって。新しい、ね、今年から新しいゼップのルールが追加されたもんね。そうなんですよ。はい、全国のゼップ、あの、ゲロ禁止です。でも別に俺らだけじゃないもんね、ゼップでやるアーティストはもうセカオワから何から何まで全員ゲロ禁止やもんね。うん、絶対ゲロ禁止。俺らよとかじゃないよね。そうね、別に、でも俺ら以外見たことないけど、まあ、別に見たことはないね。俺らぐらいしか見たことないけどね。見たことないよね、ステージでゲロ。ゲリならセーフかもしれん。ダメに決まった。ほな、じゃあ俺が持ってるものは何ですかって言ったら、いやー、じゃあせっかくなら記念して5人で乾杯しようぜって。マジでペース早いな今日。ゲリだ、それはそうやる。なんでそんな今日ファイナルやぜ、レベル完全復活。はい、いけるか。持ってるものは何ですか。ハイボール。おい、修理何回飲んでんだ。まあいいね、ちぃ。それでは皆さん行きますか。それでは皆さん行きますか。ゴーテキーラヘア乾杯。ああ。多分今回のツアー他の箇所来た人はやったらもう気づいとうと思うけど、今日配信が入っとうけん浮き足立ってます。めちゃめちゃテンション上がってます。この感じ。ちなみに千葉にゃんはガチガチに緊張しとった。確かにめちゃくちゃ緊張してたよね。千葉にゃんガチガチやったよね。ほら聞いていい、あのレペゼンのライブ今日初めて見ますよって人どんな聞いの。あ、少ない。あ、じゃあ常連。いいね、男手挙げてみろ。女、2回1回全員バリでけえ。最高潮やね、今日すげえよ。これはすごいね、最高潮やな。今回のレペゼン文化祭ツアーなんと6カ所回ったんだけど、各会場にてDJ が違います、はい、そうそうよね。 DJ が5人もいるグループなんて普通おかしいよね。普通1人もおれば十分、2人もおったら余す。5人おるやで。そうね、あれやもんね、バンドで全員ベースみたいな感じ。そうおかしいやろ。ということで今日のこの会場ぶち上げてくれる DJ 誰だか気になる人。おお、ほらじゃあ記念すべきレベゼンファイナル最後を務めてくれる DJ はこいつだ。ようこそ世界一大きな文化祭。やばい、これ勝手に使ったことバレる。この全く文化祭で今勝手に使った。その勇気はまさに主人公だ。おっと、そんな君たちにはこの会場の DJ を選んでもらおう。誰だ、誰なんだ。あれ、あれ女まさか二人足されてんな。俺が好きな人あるぞ。ワンチャンある、好きな人がおる。え、来る、え、来る、スペシャルゲスト。道を開けろ。おー、やめろ。やばいって、やばいって、それそんなの、やばいって。これ俺見てなかった。終わりだな。終わり。全部終わったの。うわー、社長や。社長や。マネージャーワーキー。わーけー。イエイ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 。本日は僕です。よろしくお願いします。いやいや、その前に。ちょっと待って。